この動画ではあまり話題に上がらないけれど、飛行機の快適さという点でとても重要な役目を果たす飛行機のシートを製造するシートメーカーについて解説します。どのメーカーがどんなシートを作っていて、どのエアラインがそのシートを使っているのか、飛行機 YouTuber の風が詳しく説明します。皆さんは飛行機に乗っている間、自分が座っているシートについて考えることはありますか？搭乗ゲートでチケットをスキャンして機内に乗り込み、自分のシートを見つけて荷物をしまったら、フライト中はほぼずっとシートの上。トイレに行く以外はシートベルトサインが点灯していれば、基本的に自分のシートで過ごすこととなります。フライトが長くなれば長くなるほど、座っているシートが快適かどうかによって、到着後の疲労度が大きく左右されます。ビジネスクラスシートを作るメーカーは5社ほどあり、その中でも特に2社による独占状態が続いています。その1社がアメリカを代表するシートメーカーのコリンズエアロスペース。フロリダ州にヘッドコーターがある飛行機の内装を手掛ける BE エアロスペースが2017年にアイオワ州にあるロックウェル・コリンズというコックピットの液晶パネルや計器、レーダーやトランシーバーなどをメインに作る会社に買収され、コリンズ・エアロスペースとなりました。コリンズ・エアロスペースのビジネスクラスシートで一番有名なのは、おそらくカタール航空の旧スイート、エアバス350のローンチカスタマーとして披露したドア付きシートで有名になりました。真ん中のシートはパーテーションを下ろすと、なんとダブルベッドとなります。まるでファーストクラスみたいです。旧スイートはカタール航空特注のシート。JAL のスカイスイート1のシートを製造しているのがコリンズエアロスペースです。シートのプロダクト名は APEX。ボーイング777には232、ボーイング787には222の座席配置で使われているので、一見狭そうに見えるのですが、実はとても快適なシートです。特に窓側に座って、隣とのパーティションを上げると個室に早変わり、すべてのシートから直接通路に出ることができるのも魅力の一つです。JAL の他に APEX を使うエアラインは、大韓航空とオマーン航空。旧スイートと APEX は飛行機の進行方向に対して平行に設置されたシートですが、角度をつけて斜めに設置した評判のいいリバースヘリングボーンシートも作っています。それがスーパーダイヤモンド。シート周りの収納スペースや電源ポート、トレーテーブルなどの配置が絶妙でとても使いやすいのが特徴です。エアカナダ、カタール航空、アメリカン航空、ブリティッシュエアウェイズなど大手エアラインが愛用するシートです。アメリカのシート会社コリンズエアロスペースのライバルはヨーロッパのサフランという会社です。もともとはフランスにあるシート会社ゾディアックエアロスペースがヨーロッパで一番大きなシート会社でした。2018年にフランスでエンジンなどをメインに作る会社サフランと合併して今ではサフランという社名で知られています。サフランシートで一番有名なのはキャセイなどで使われているリバースヘリングボーンシートのシーラス。コリンズエアロスペースのスーパーダイヤモンドに比べると作りがちょっとチャッチくなってます。フィンエアやエールフランス、スリランカ航空もビジネスクラスにはシーラスを搭載しています。シーラスと同じようなリバースヘリングボーンシート、エイリーズは JAL のスカイスイート2として使われています。シート幅が狭くて窮屈という話も聞きます。実は ANA のザ・ルームも含め ANA ビジネスクラス全般を担当しているのがサフランです。ザ・ルームはフューシオというシート名で ANA とサフランが共同開発したものです。ドア付きでシート幅も旧スイートよりも広いということで2020年現在ベストビジネスクラスシートとして知られています。もちろん全てのビジネスクラスシートがコリンズエアロスペースやサフラン製ではありません。私の動画でよく出てくる発音のしにくいシート名ソルシティス何度言っても難しいですね。ソルシティスを作るステリアエアロスペース。ステリアはエアバスの子会社なのでフランスにあります。エティハド航空、タイ航空のほか、アシアナやトルコ航空のシートも作っています。カンタスやジェットブルーで乗ったバンテージ XL を製造するのがアイルランドに本社を構えるトンプソンエアロシーティング。バンテージ XL にドアを付けたデルタ1スイートも作っています。ステリアとトンプソンのシートは一般的にスターガードシートと呼ばれている座席配置のシートを作っています。リバースヘリングボーンシートは現段階では製造していません。そしてここ10年間の間にビジネスクラスシート業界に参入してきた日系企業ジャムコ、JAL のエアバス350国内線ファーストクラス、シンガポール航空のエアバス350、エアバス380、ボーイング777に搭載されたビジネスクラスを作っています。
ジャムコが製造するシートの特徴はデザインがスタイリッシュなところです。そしてシートをベッドにする際に背もたれを倒してベッドにするというところは他のシート会社では取り入れていないユニークなシステムです。ちなみに JAL の子会社 LCC である ZIPAIR のビジネスクラスシートはジャムコが製造したシートのようです。ジャムコのシートを採用するエアラインが徐々に増えてきています。以上が飛行機のシートメーカーのまとめ動画でした。で、動画終わると付加価値があまりないので、ここからはちょっと掘り下げてビジネスクラスシート開発の裏側について解説していこうと思います。エアラインがどのビジネスクラスシートにするか決め方が3パターン存在します。最初のパターンはシートメーカーが製造しているものを変更なしにそのまま購入するパターン。シート周りの色はエアラインの色で統一したりもしますが、それ以上はしません。コストが一番かからないパターンです。デメリットは同じシートを使うエアラインが多いこと。タイ航空、エテハド航空、アシアナ航空が使うステリア社のシートがこの例です。次のパターンがエアラインとシートメーカーが直接共同開発するパターン。エアラインの要望を取り入れシートメーカーが作り上げていきます。シート自体は同じものだけどちょっとカスタマイズされているので他のエアラインと全く同じシートにならないというのがメリットです。デルタのドア付きシートやブリティッシュエアウェイズのドア付きシートなどがその例です。3つ目のパターンがエアライン、シートメーカー、そしてデザイナーの3社で共同開発するパターンです。最初にエアラインを希望デザイナーに伝え、デザイナーは要望通りにシートをデザインし、それを元にシートメーカーが製造します。エアラインのシートデザイナーで有名なのが、イギリス日本社を構えるアキュメン。アキュメンがデザインしたシートは、エテハード航空のエアバス380のレジデンス、ファーストクラス、キャセイのファーストクラス、そして ANA の新しいファーストクラスであるザ・スイートと、ビジネスクラスシートザ・ルームのデザインも担当しました。ちなみにカタールの旧スイートは同じくイギリスにあるプリースマングードというデザイン会社が担当しました。そしてシンガポール航空のシートは日系企業ジャムコが製造していますが、デザインをしたのはこれまたイギリスにある JPA デザイン。デザイン会社と開発を始めるこのパターンはシートの寸法、デザイン全てがカスタマイズされているので、このシートに乗りたいなら ANA というようにエアラインにとって最大のセールスポイントとなります。ビジネスクラスシート一つの値段はメーカーによって車が1台買えるぐらいの値段らしいです。それだけエアラインはビジネスクラスシートには力を注いでいるという証拠だと思います。デザイナーと開発するのは以前まではファーストクラスシートのみでしたが、徐々にビジネスクラスシート開発時にもデザイナー会社とコラボするエアラインが多くなってきました。今後もシートメーカーが切磋琢磨し、びっくりするようなシートが開発されてくるんだと思います。今回のような解説動画の他に飛行機の搭乗レビューもたくさん配信しています。もしよかったら覗いてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。